筋肉緩めて、それからエアーでこういうお客さんにしたら気持ちよかったって言われたっていうけど、本当にそのされてる人としてはなんかこうふわ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 っと触るとも触らないともわからない感じで音感が移動してくる。あとここでちょっと顎に手を当てる感じで、はい、鼻から息を吸って、はい、口から入って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 、はい、鼻から息を吸って、はい、本当に弱い力でこう、特にあの宮代さんみたいにここがもう少し細くなると顎のラインが綺麗になるような人はこのやり方で、ちょっと手をこう顎のここの顎舌骨筋、顎の下の方に顎舌骨筋という筋肉があるんですが、そこにアプローチをして触れて、で吐いていただく。今もほとんど筋肉にダイレクトなアプローチに変わってきてますね。あとここの中の横突